プリエブリアとは、モンテネグロ北西端に位置する都市。ローマ帝国時代の同地周辺地図プリエブリアにおける、最古の人類生活の記録は表記に遡るが、石器時代にメデナスティエナに築かれた集落の方が、はるかに規模が大きいものであった。その後は、一世紀に、ローマ帝国が同地を侵略してくるまで、イリュリア人が生活していた。 ローマ帝国の支配下では、イリューリア時代の廃墟の上に、ローマ人が都市を築いた。この都市は、S 自治体と呼ばれている。現在のモンテネグロの領域の中では、ドクレアに次いで2番目に大きい都市だったとされている。町はウェダルマチア族州における貿易及び、宗教の一大拠点であり、宝石やガラスの花瓶等も発掘されている。6世紀になると、 スラブ人がこの地に南下し、822年に都市を建設、付近を流れる川の名前をとって、ブレズニクと命名した。この都市は一世紀以上にわたって栄え、後にセルビア王国のラシュカ州を構成する主要都市の一つとなった。町は、ドゥブロブニク、トリエステ、コトル方面とコンスタンティノープル、サラエボ、ベオグラード方面とを結ぶ道路上にあったのである。 その後、14世紀頃、現在の名前であるプリエブリアの名前をも関するようになった。その後ステファン・ウロシュ4世、ドゥシャンの死去に伴って、セルビアが崩壊すると、この地の支配者は2点3点にし、1462年にオスマン帝国に併合された。オスマン帝国下ではトルコ語のタシュルジャの名称が使われるようになった。 帝国支配下の15世紀から16世紀にかけて、この地には盛んに建物が建立され、1465年に、創院が、1569年に、モスクが成立した。その後、1572年に、ヘルツェゴビナ山尺の中心地がフォチャからこの地に移転し、住宅の数も1468年には72件だったものが、 1516年には150件、1570年には300件となり、17世紀には市中心部に650件、近郊地域に450件を数えるまでに成長した。18世紀になると下水道が整備され、19世紀にロシア帝国の統領が同地を訪れた時には、とても美しく、東洋的で庭やモスク島もあり、 家は800軒以上が中心部にあり、7000人ほどの人口を数える山尺地方の中心都市だと記している。その後は二度の大火に見舞われ、町は廃墟と化し、1833年にヘルツェゴビナ山尺の中心都市はモスタルへと移転した。旧市街1878年、この地はオーストリア・ハンガリー帝国の統治下となり、5000人の 兵士が駐屯し、その家族も同地に引っ越してきた。そして、同地に、ホテル、書店、シアター、広場等が設置され、近代西洋的な都市となった。1879年には、現代的な薬局ができ、1880年には、病院、1889年には、ビール工場、1892年には、写真館が誕生した。 1908年になると、オスマン帝国が同地を回復した。オスマン帝国が支配した最後の時代、この地は、タシュルジャ三尺の中心都市となった。1912年に、セルビア王国と、モンテネグロ王国の軍がこの地を占領した。翌1913年、この地は、モンテネグロ王国領となり、第一次世界大戦後に、 ユーゴスラビア王国に編入された。第二次世界大戦後は、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、セルビア・モンテネグロを経て、2006年より独立国となったモンテネグロに属している。総ンモスクプリエブリャには、ローマ時代の遺構や総ン聖堂モスク、国内最古の学校等が所在している。プリエブリャには、プリエブリャ発電所があり、 国内の電力の45%を発電しており、モンテネグロ唯一の炭鉱が隣接している。また、農業が全域で行われており、ウィンタースポーツの潜在的需要もあるとされており、モンテネグロの経済で重要な位置を占めている。ありがとうございます。